大石知事の石木ダム予定地訪問は今年1月以来で、目的について県は今後の話し合いをお願いするためとしています。しかし今日、住民が工事を監視するために設けたテントは無人で、知事との面会には応じないという紙が貼られていました。信頼関係のない知事というのも結構厳しく書いてます、はい、その点いかがですか。そのお気持ちがあり終わりなんだろうとは思いますけれども、これまで繰り返し申し上げてきた通り、我々としてはしっかり13世帯の方々のご理解ご協力をいただくことが大切だと思いますので、今後もですね、その理解協力を得られるような努力はしていきたいと思います。今回の知事訪問について、反対住民側はダム計画ありきの面会には応じられないと再三返答してきたとしています。結局自分たちは会いに来たけども地元が会わんやったというふうなことをね、世間にアピールするためのものだろうと私は思うんですよね。およそ11ヶ月ぶりとなる知事の石木ダム工事現場訪問でしたが、反対派との距離が縮むことはなく、溝の深さを再認識させられる結果となりました。